西側から見た十島神津島から望む十島利根島、島北部の商店や住宅が集まる村落十島村は、東京都の島しょ部に位置する村。伊豆諸島北部の十島全域を村域とする。所属する郡はなく、東京都十島村が正式な表記である。所管する、都の行政出先機関は、大島市長。住所は、大字が存在せず、島内全域が、東京都十島村番地である。東京都心から南方へ、約 130km の太平洋上に浮かぶ、伊豆諸島の島である。島は、富士箱根伊豆国立公園内にある。島内には、平地がほとんどなく、急な坂道と細い路地が多い。港のある北側にのみ存在する村落に、ほとんどの住民が居住しており、南側は、椿畑か原野しかない。十島は、縄文時代から人が住んでいたようだが、淡水が湧かないことで苦労してきた。現在は雨水を貯める、貯水池が作られ、海水淡水化装置が設置されている。十島について記した古文書がほとんどないこと、たびたび飢饉に見舞われるなどしたため口伝も途絶えていることから、近世以前の島の歴史には不明な点が多い。江戸時代は年貢の上納を免除され、逆に江戸幕府から米の支援を受けてきた。東京都選挙区に属する。選出議員についての詳細は、東京都選挙区の項を参照のこと。十島村を含む、東部選挙区から選出される東京都議会議員の定数は1議席である。定数は6人。2020年10月11日の選挙で以下の村議が選出された。東京都檜原村と友好村となっており、サマースクールやスキー教室で毎年交流を行っている。警視庁大島警察署が大島町と十島村を管轄している。村内には、十島村駐在所がある。郵便番号は、村全域が 100-0301 となっている。十島港亀里余る十島場外離着陸場待合所、十島ヘリポート年中通して、釣り客が訪れる。椿の花の見頃には、多くの愛好家がトレッキングに訪れる。キャンプ及び野宿は、全島で禁止されており、御蔵島村のような村営バンガローはない。勤労福祉会館内にボーリング場が併設されている。レーン数は2レーンで1ゲーム300円。たまにボーリング大会が開かれているが、普段は個人も含め利用者はあまりいない。ありがとうございます。